列子は老子ほど読まれていないように思います。多分文庫のような信頼が置けて入手しやすいテキストが手軽に購入できないのが原因かなと個人的には思いますが、列子を読んでみますとこれがなかなか面白い。一つのまとまった考え、知恵、思想などを伝えるようには書かれていません。オーバーな言い方をすれば、百科全書的ないろいろな人の言葉をつなぎ合わせた感じが否めません。学生の頃に読んだ時よりも老齢の身になると、雑多な内容の方がとびとびに読んでも、ああなるほどねと列子を面白く気軽に読めるようになりました。パラパラ読みができるのも利点です。ただ注意しなければならないのは、列子という書物の内容がどうも努力を否定する傾向が感じられるところです。向上心がないというか、夢で王様が奴隷になり奴隷が王様になる、両者の違いを積極的に認めようとしないのが難点だと思います。でもそれを差し引いても差を認めない、無意味だという列子の思想は面白いです。さて、私は老人ですので、物忘れのひどい男の話から引用してご紹介いたします。秋木王にある忘れる功徳がそれです。本文を読み上げます。宋の国は妖里に住む菓子という男、中年の頃から物忘れがひどくなった。朝受け取ったのを夕方には忘れ、夕方人にやったのを朝には忘れる。外出しては歩くのを忘れ、家にいる時は座るのを忘れてしまう。今は前のことが思い出せず、後では今のことが思い出せない。家のものは弱り果てた。駅舎に見てもらってもわからない。巫女に祈祷してもらっても効き目がない。医者に見てもらっても治らない。そこへ炉の国の呪者が治してやろうと申し出てきた。貸しの祭司は財産を半分差し上げてもと治療を頼んだ。この病気は占いなどではどうにもならない。薬や祈祷でも同じことじゃ。一つご主人の心を変えて死んぜよう。きっと治るに違いない。呪者はこう言ってまず男を裸にしてみた。すると男は着物を欲しがった。食い物をやらずに置くと食い物を欲しがった。暗い中に閉じ込めておくと明るいところへ出たがった。呪者はとくとくとしてその男の息子に言った。病気はきっと治りますぞ。だがこのやり方は門外不出の秘伝じゃ。他の人を遠ざけ、7日の間ご主人と2人だけにしておいてもらいたい。家人は言われる通りにした。さて、呪者がどう治療したものか、7日経つと長年の病気が一遍に治ってしまった。ところが正気に帰った菓子はひどく腹を立てた。妻を叩き出し子供を叱り、果ては剣を取って呪者を追いかける始末。村人が取り押さえて訳を尋ねると男は言った。前に忘れっぽかった時はのんびりと天地があるやらないやら気にも留めなかった。今気がついてみるとどうだ。これまでの何十年間積もり積もったくだらぬことを一遍に思い出してしまった。成功したこと、失敗したこと、損したこと、得をしたこと、嬉しいこと、腹が立つこと、好きなこと、嫌いなこと、これから一生こんなものに悩まされてはかなわない。少しの間でいいからまた忘れていたいものだ。思考は首をかしげ、このことを孔子に報告した。孔子は、お前にわかることではないと言い、弟子の眼界にこの話を記録させた。以上が忘れる功徳の全文です。この本文を素直に読むと、余計なことをあれこれくよくよ思うぐらいならば忘れていた方が幸せだということが書かれていると思います。まああまりいろいろなことを覚えていたら、もうそれだけで気苦労が絶えないな。適度に忘れるということは必要だと言いたいのでしょう。で、認知症のような症状の物忘れとは違うようです。つまらぬ記憶は忘れた方がいいよと。まあ忘れることも一つの功徳でいいことだよという内容だと思います。面白いのは、一見列子は老荘思想の流れを組むようなのですが、孔子が出ています。
弟子の眼界も出ています。そしてこの話を記録させています。いかにも寄せ集めの思想だと言われるゆえんの文章です。参考文献老子列子奥平拓大村益夫訳中国の思想録徳間書店1964年から引用しました。列子を思想書として人生の知恵を学ぼうとするよりも民話的な成立過程の研究対象として見るのが面白いかもしれません。成立過程の究明とそれぞれの時代の影響がどのようであったのかという時代とともに変遷する考え方の痕跡を研究対象にした方が人間の考え方を究明するのに貢献すると思います。さて、興味深いテーマを取り扱っているものを取り上げます。多様性をテーマにしたページがあります。人間の考え方や風俗習慣の違いがあり、どれか一つのことを尊重して他を否定する傾向があることに対して疑問を投げかけています。それはところ変わればという章です。では本文を読み上げます。南国の人は髪を切って裸でいる。北国の人は布で頭を包んで毛皮を着ている。中国の人は冠をかぶり衣装をつける。その中国でも土地によって人々は農業、商業、狩猟、漁業とそれぞれの仕事に携わる。冬には毛皮を、夏には薄物を身につける。水を行くには船、陸を行くには車。誰に教えられたのでもない。自然に従っているのだ。古市の東に長木という国がある。その国では長男が生まれるとそのまま食べてしまう。弟のためになるからだという。おじいさんが死ぬとおばあさんを背負って捨てに行く。死んだ人の女房と一緒には住めないというのだ。その南に遠仁という国がある。親が死ぬとその肉を切り取り残った骨を埋めてこそ孝行息子だと言われる。秦の西に異居という国がある。親が死ぬと焚き木を積み上げて死体を焼く。燃えて煙が上がると昇天だという。こうしないと親孝行息子と言われない。こうしたことは上の人は政治の違いだと思っているし、下の人は風俗習慣の違いだと思っている。別におかしなことではない。以上でところ変わればの本文の読み上げを終わります。これはまさに現在でも通じる多様性ということについて述べています。つまりどのような風俗習慣であっても政治が違ってもこれが絶対なのだということはないよと言っています。繰り返しになりますが、例えば善悪というものに対しても絶対はないと言って、これがいい、あれが悪いという絶対的な基準はないと言っています。これは列子を読んでいて納得できる考えだと思えます。また現代的な考えでもあります。ところ変わればというのは日本風ではところ変われば品変わるという考えですね。気候や環境に人間は影響されます。列子の魅力は現代にも十分通じる考えが散見されることです。人の考えは多岐にわたっている。つまりいろいろあって同じ先生から教えを受けても仁義に対して理解はこんなにも違うのかという多岐望様を紹介いたします。個人的な意見ですが、洗脳でもしない限りみんなが同じような考えにはなかなかなりにくいものです。さて本文を読み上げます。領主の隣の家の羊が一頭いなくなった。家の者は総出で羊を探した。それでも足りず、領主の家に下男を借りに来た。たった一頭の羊で、大変な騒ぎですね。何しろ、別れ道が多いもので。しばらくしてから、彼らは帰ってきた。領主話聞いた。見つかったかね？いや。またどうして？別れ道に、また別れ道がありましてね。どこへ行ったか見当たらないのですよ。それを聞いて領主の顔色がみるみる変わっていった。しばらくは物も言わず一日中笑顔を見せなかった。弟子たちは不思議だった。たった羊一頭、それもご自分のものでないのにそんなに塞ぎ込んでしまわれるとは
一体どういうわけですか。楊氏は答えなかった。弟子たちにはさっぱりわからない。弟子の一人、毛孫陽が新都市のところへ行って相談した。数日して新都市は毛孫陽を連れ楊氏を訪ねて行った。昔三人の兄弟が蔡、盧の国々に留学し、同じ先生について仁義の道を勉強しました。帰ってきた息子たちに父は聞きました。仁義の道とはどんなものかね。仁義は名誉のために命を捨てることだと教わりました。仁義は命と名誉を同時に大切にすることだと教わりました。三人とも皆同じ先生から習ったのに、仁義に対する理解はこんなにも違います。一体誰が正しくて誰が間違っているのでしょう。楊氏は答えた。ある人が川辺に住んでいた。水に馴染み、泳ぎがうまく、川の渡しで暮らしを立てていました。身入りがよく、百人もの人を養えるほどであった。そこで、泳ぎを教わろうと、遠くからも、次から次へと人が押しかけた。ところが、その半分近くも、溺れ死んでしまったのだ。もともと、泳ぎを習いに来たのであって、溺れるのを習いに来たのではないのに、泳ぎを覚えた者、溺れ死んだ者、結果には雲泥の差がある。一体なぜ、こんな違いが生じたのだろう。新都市は、一人うなずいて、部屋を出た。毛孫陽は、不満げに新都市に言った。大きな道は、分かれ道が多い。そのために、羊を見失うことがある。同じように学ぶにも、方法はたくさんある。そのために、生命を失うことさえある。学ぶことは、もともと一つなのに、結果は、これほど違いがあってしまう。だが、分かれ道などに惑わされず、根本のところに帰れば間違いはない。今の話は、こういう意味なのだ。君は長いこと、先生のところで勉強しているのに、先生の例え話がわからないのか。情けないな。注釈、ここでの滝坊陽というのは、諸子百家の学説も、時を得て末端になると、本来の姿をなくしてくる。学問も、根本を失えば、トリビアリズムに陥るだけだ。方針が多すぎて思案に迷うことを、滝坊陽というのは、この例え話から来ています。人間は蚊のための存在か。本文を読み上げていきます。蔡の殿司がある人のために送別会を開いて道中の無事を祈った。この日殿司の家に集まった食客は千人を超えた。会議の途中、魚と狩りを献上した者がいた。殿司はこれを見て感嘆していた。ああ、天は恵み深い。人間のために五穀を実らせ、魚や鳥を繁殖させてくださる。並み居る者は口を揃えて賛成した。その時ただ一人、末席に連なっていた12歳になる奉仕の息子が、進み出て行った。ただ今の、お言葉は、間違っています。あらゆる動植物は、皆人間と同じ生物です。生物に寄生の別はございません。ただ、知恵があり能力があるものが、知恵がなく能力がないものを取って食うだけのことです。食われるものは、何も食われるために作られたのではありません。人間が食えるものを勝手に取って食うだけのことです。天は人に食わせるためにそれらのものを作ったのでしょうか。蚊やブヨが人間の血を吸うからといって、人間は蚊やブヨのために作られたものでしょうか。虎や狼が動物の肉を食うからといって、その動物は虎や狼のために作られたものでしょうか。この文章で、知恵があり能力があるものが、知恵がなく能力がないものを取って食うだけのことですが、ポイントになります。能力があるものと能力がないものという構図が浮かび上がってきます。電子の言い草であれば、12歳の男の子が言う、蚊やブヨに人間は血を吸われるのだから、人間は蚊やブヨのために作られているということになるではないかという言い草なのです。どちらもそうかと小さくうなずけますが、人間は全てのものが人間にために作られているという考えはおかしいと言いたいのだな、ということだけはわかります。どことなく近代的な考えだな、
と感じました。次の話は、髪の毛一本抜けようか、という話です。先に、結末の奇妙さがあります。この点を、レッシーは、いろいろな考えや思想が混在して出来上がっている、ということの暗示かもしれません。この話の前半は、人のためには、髪の毛一本だって抜かない、という、無為の極限について、話している点です。後半を読んでいきますと、それぞれの立場があるので、価値を判断、ないしは、評価できない、と言っているのです。儒家の立場で見る場合もしかり、道家の立場で見る場合もしかり、さらに、僕家の立場で見る場合だってしかりです。どの立場を取る、ということができない。つまり、絶対はないのだから、と言っています。じゃあ、議論にならないじゃないか、と思いませんか。なんとも、絶対はない、というセリフでお茶を濁すのは、おかしい、と思います。まあ、複数の話が混在して、さらに、混同して書かれたのでしょう。さて、本文を読み上げていきます。老子は言った。博生思考は、人のためには髪の毛一本抜かなかった。そして諸侯の地位を捨てて、隠遁し、一人静かに百姓仕事をしていた。これと反対に、武は、人のために尽くして全身不随になった。昔、天下の利益になるとしても髪の毛一本抜かず、天下をそっくり譲る、と言われても受け取らない人がいた。誰もが髪の毛一本抜こうとせず、天下の利益を図ろうとしないならば、天下は、よく収まるのだ。すると金氏が容姿に尋ねた。髪の毛一本を抜けば社会が救えるとしたら、先生はそうなさいますか？世の中は髪の毛一本では救えない。もし救えるとしたらです。容姿は答えなかった。金氏は外へ出て、毛三葉にそのことを話した。毛三葉は言った。あなたの先生の心がわからないのですよ。代わりに私が言わせてもらいましょう。もしあなたが自分の肌を傷つければ、万のお金をもらえるとしたらあなたはそうされますか？そうします。では、腕を一本切れば国をもらえるとしたら、あなたはそうされますか？金氏は黙り込んでしまった。しばらくしてから、毛三葉が言った。髪の毛一本より肌の方が大切です。肌よりは腕一本の方が大切です。だが、髪の毛が集まって肌となり、肌が集まって腕となるのです。一本の髪の毛でも、やっぱり、体の一部分です。それを粗末にしていいものでしょうか？私には、答えることができません。老丹や官位なら、あなたのことを正しいとするでしょう。しかし、ウや牧師なら、私のことを正しいとするはずです。毛三葉もこれ以上、話をしても無駄だと思ったのか、門人たちの方を向いて別の話を始めた。中博生思考とは、春が天下を治めていた時代の諸侯の一人です。武とは、伝説上の帝王です。はじめは、行や春に仕えていて、黄河の治水に業績があった人です。金氏という人物は、牧師の一番弟子です。毛孫陽とは、陽子の弟子です。老丹とは、老子のことです。官位とは、韓国官の関森、陰気という人物であろうか、老子が、韓国館を出て西へ行くときに、老子に頼んで、老子五千言を書いてもらった人です。牧師は、牧家の創設者です。儒家と対立した主張をしました。開く関節を唱えました。まあ、この文章も、よく読めば、面白い方です。烈士を題材として、中国の、日本にも留学していた、小説家の魯迅の作品にもあります。やっぱり、面白いと思うのでしょうね。ご視聴、感謝いたします。次の動画をご覧になる機会には、この動画のチャンネルを思い出してください。